全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2019は2019年11月8日から11月24日まで秋田県、石川県、高知県及び福島県で行われた43回目の全国地域サッカーチャンピオンズリーグである2019年6月12日に日本サッカー協会から大会要項が発表された 基本的に前年変更されたレギュレーションを踏襲している。決勝ラウンドの舞台については JFA の年間事業計画の時点では未定だったが3年連続で使用された ZA o リプリスタジアムではなく2019年4月に全面供用を再開した J ヴィレッジ内にある J ヴィレッジスタジアムが使用されることになった。 十勝弘崎岩木部市原福井狩谷平方、大京都 SRC 広島 FC 徳島高知、有沖縄2019年の全国地域、サッカーチャンピオンズリーグ参加クラブの所在地、JFA の発表した大会要項に基づく。2019年度各地域リーグ優勝チーム第55回全国社会人、サッカー選手権大会出場チームより、 最大3チーム1及び2の条件で12チームに満たない場合は、各地域リーグで2位となった J リーグ100年構想クラブを補充する。1から3の条件で12チームに満たない場合は、地域リーグ2チームの中で JFL へ入会を希望するチームを、2010年6月末の全国社会人サッカー連盟加盟登録チームの多い順番で、巡回し輪番により補充する。 2020年は2019年に出場した地域の次からと明言されており、2018年度に臨番枠を行使しなかった北海道、中国に対する救済措置は行われない。JFA の発表した大会要項に基づく。A グループ FC、カリア V 福井ユナイテッド FCFC FC、徳島 V 沖縄 SVFC、 カリア VFC 徳島福井ユナイテッド FC V 沖縄 SVFC カリア V 沖縄 SV 福井ユナイテッド FC v FC 徳島 B グループボンズ市原 FC VFC ティアモマイカタイワキ FC V 北海道トカチスカイアースボンズ市原 FC v イワキ FC f C ティアモマイカタ V 北海道トカチスカイアースボンズ,市原,ボンズ市原 FC v 北海道トカチ スカイアース FC ティアもイカ方、V 脇 FCC グループ SRC、広島 V おこしやす、京都 AC コーチユナイテッド SCV ブランデュー、広崎 FCSRC、広島 V コーチユナイテッド SC おこしやす、京都 ACV ブランデュー、広崎 FCSRC、広島 V ブランデュー、広崎 FC おこしやす、 京都 ACV コーチユナイテッド SC 各グループ2位脇 FC、V コーチユナイテッド SC 起こしやす。京都 ACV 福井ユナイテッド FC 脇 FC、V 起こしやす。京都 AC コーチユナイテッド SC、V 福井ユナイテッド FC 脇 FC、V 福井ユナイテッド FC コーチユナイテッド SCV、起こしやす。京都 AC 上位にチームは十二月五日に行われた JFL 理事会において、 JFL への入会が承認された。ありがとうございます。